こんにちは昼ラジ木曜日ミスのチュラトーク今タイトルなんだっけと思った <laughs> アホやねはい、えー。昼ラジ昼ラジ,昼ラジ木曜日ミスのチュラトークパーソナリティの中地美鈴ですランチのひとときどうぞお付き合いくださいさてなんか全国的に気温も下がってねなんか寒い今週 昨日今日ぐらいから全国的にまた寒くなっているようですね、その低気圧のおかげでね、あの沖縄もちゃんとその影響はきてますよ、ねあのー、今朝はあのー、携帯電話の、あのー、天気のね、アプリを見ると、えー、と沖縄市内12.8度だったんです、12度、沖縄で12度ったら、えー、とかなり寒いと思います。 <laughs> でね、そこでね、あの、風がね、あの、まあ、場所によっては結構強く吹いてるところがあって、で、私、アパート4階に住んでいるので、あの、恐怖だったんですよ。<laughs> もうね、もうね、体感は絶対一桁、一桁になってると思う。あのね、ビルとビルの間のね、ビル風みたいなところも、絶対寒い。だからね、那覇のオフィス街とかは、あの、ビル風とか、 があってね、めちゃくちゃ多分寒いだろうなと思う。で、海岸沿いとかもね、多分風もビュービュー吹いて、絶対一桁になってると思う。ね。まあ皆さんの地域に比べたらね、雪は降ってないので、寒くないっちゃ寒くないんでしょうけど、比べるとね。でも、沖縄も寒いんですよ。でね、昨日かな今日かなあの、女優の吉田洋さんっているじゃないですか。 あの多分私同い年だと思うんですけど何でしょうねあの素敵な <laughs> お顔まあいいやでね素敵な女優さん吉田羊さん大好きなんですけど羊さんと書いてねよ、えー、本名は羊子さんだったかなあの吉田羊さんのインスタグラムを見てたら沖縄に来てるんですねでダウンジン着て、えー、ダウンジャケットを着て分かりづらいかもしれませんが沖縄です寒いですってアップされてたんですよほら 沖縄も寒いんだよ <laughs> だからね今日の,あのスポーツニュースとかでのねプロ野球の沖縄キャンプの模様とかも私今日ちょっと夜のニュース楽しみにしてるんですけど沖縄は南国であって常,夏常に夏と書いて常夏ではありません。ねでね観光客とかあの私あの沖縄リゾートウェディングでね司会とかもやってるんですけどリゾートウェディングの司会もね で、そこでいろいろお客様とのお打ち合わせをしながら、まあ雑談するんですけど、やっぱりそこでも、あの、やっぱり言われるのは、沖縄に来たら、まず海に入って、みたいな話を出すんです、必ず。でも沖縄って寒いんですね、って。<laughs> でもね、リゾート地行くとね、たまにね、いい天気の時はね、入ってる人いるんですよ。すげえなーと思う。 冷たくないのかしらと思う。常夏じゃないのに。亜熱帯気候のね、南国ですが、でも常夏じゃない。ね。だからね、そういう方々も相変わらず多いんですけど、南国ですけど常夏ではありません。あの、12度とか、えっと、風が吹いちゃうと一桁台になったりとかするのでね、えー 寒中水泳大会みたいな感じになりますので、あの、風邪ひきますんでね、あの、それなりにちゃんと沖縄に冬に観光する時には、まあ、あの、薄手のものに上から羽織れるものとかっていうのをね、着ていただけるといいんじゃないかななんて思いますけど、さあ、それは置いときまして、まあ、皆さんのね、ぜひね、あの、住んでる地域の方の今日のお天気もぜひ教えていただきたいんですが、 ニュースとそれから、えー、ツイキャスでご覧の方はねぜひあの今日のお天気もぜひ送ってくださいでねあのちょっと皆さんに商売とかをされている方々にちょっとお聞きしたいんですが今2月もう3分の1は終わってますよね2月の3分の1でね商売をやっていらっしゃる方ってよくあの売上が上がらない月って言われてるんですよねこの2月と,、えー、と8月とかもよく言われてますよね まあ、場所によっては6月もなんていうところもあるんですが、やっぱり2月ってどこの商売を聞いても、あの、2月は、あの、チョコレート商戦以外は、ちょっとあまりないっていう、上がらないっていうのをよく聞くんですね。 なのでそういう方たちって実際にその2月の対策収入を、ね、安定させるための対策ってどうなさってるのかなって非常に気になってしょうがないんですよそこあの。ブライダル業界もそうですし、えー、と美容関係の方たちもそうですしあまあスーパーとかはね、まあ 日常生活がありますね。多分別だと思うんですけど他のいろんな商売とかされてる方々なかなかやっぱり難しいと言われるんですね、まあ、3月になるとねまた冬物処分セールなんつっていろいろ出てくると思うんですけど2月まではまだそんなにちょこっとクリアランスセールみたいなのはあってもな,ないと思うんですよねだからその辺どうやってるのかなと対策とかあとまあよく商売をやってる方は特にだと思うんですけど金運を上げる。 対策対策じゃないな上がるようにやってること迷信でもいいですしこういうことえっ、ー、と減額担ぎとかこんなことをしてるとかあったら是非ね教えていただきたいなと思うんですがちなみにねあのよく占いとかで金運を上げる色っていうのがあるじゃないですか去年は赤だったらしいんですよ。 でだから広島もね優勝したっていうことでの,あの赤も取り上げられるんですけど、あのー、去年に引き続き今年も金運アップの色は赤とそして今回今年は2017年は黄色赤と黄色が金運をアップさせる色だと。 いううことなんだそうです皆さんはどんなふうにあの商売をされている方々はねこの金運アップ売り上げアップをするにはどういう対策をしているのかそういうあの占いの、ね、金運アップの色とかを実際にちゃんと試されているのかその辺も、ね、ぜひ、ね、教えていただきたいなと思いますさあそして来週は来週火曜日はブレバ,レバ,バレンタインバレンタインバレンタイン 友、ね、チョコ、ギリチョ今、ギリチョコって言わないんだよね、友チョコって言うんですよね、本名とかいろいろあると思います、女子から女子にとかね、同性同士にとかもいろいろあるようでございますけど、皆さんのバレンタインデーのご予定なんかもぜひ教えてください。メールアドレスですひるらじ または FM コザでお聞きの方は 761‐FM コザ .jp761‐FM コザ .jpFM ギノワンでお聞きの方は 797‐FM ギノワン .com797‐FM ギノワン .com までお送りくださいでね、あのー、FM ギノワンを中心に聞いていらっしゃる方ぜひですね、あのー アプリ、携帯アプリとかのリッスンラジオでもお聞きいただくことができます。えっ、ー、と、九州、沖縄地方に合わせていただいて、で、そこからね、その画面に FM ギノワンとありますので、左側かなあるのでね、そこをプチッと押していただけると、FM ギノワンの番組や、そしてこの昼ラジも聞くことができますので、ぜひチェックなさってみてください。 でね、あのこの番組再マル放送ということで FM ギノワンと FM コザお聞きの方はこの時間帯この番組が聴けるということですのでねぜひですね聞いていただきたいと思いますなんか来週からねこれ告知していいのかなまだだよね多分分かんない、えー、もう一曲増えるらしい <laughs> <laughs> ね楽しみですねはいどこの放送局でしょうか お楽しみに。はい。<laughs> さあ、さてさてさて、えー、番組お聞きの方に今日はリスナープレゼントも用意しております。ひららじお聞きの方に今日のリスナープレゼントは、カフーリゾート付着コンドホテルのランチケアペア券です。<laughs> おかしかったね、今ね。もう一回。カフーリゾート付着コンドホテルのランチペア券。 となっております。ご希望の方は2つのレストランの中から好きな方を選んでメールでご応募ください。まず1つ目はこちらワインダイニングザ・オレンジです。東中海の絶景とともに沖縄食材をふんだんに使ったイタリアンが味わえます。2つ目は琉球バーベキューブルー。琉球バーベキューブルーさん。 こちらは沖縄県産の和牛を使った焼き肉やアレンジ料理を味わいながら最上階からの大パノラマをお楽しみいただけるレストランとなっておりますワインダイニングザ・オレンジか琉球バーベキューブルーどちらかのレストランご希望の方はねどちらかがいいですと選んでいただいてメールでご応募ください懸命に 昼なじリスナープレゼント。そして本文にはあなたのお名前、連絡先、希望のレストラン名を必ず明記してください。ね、えー、ザ・オレンジか、ブルーか、どちらか明記してくださいね。その際にぜひ番組に対するご意見、ご感想もお寄せください。お待ちしております。メールアドレスです。 ひるらじ12アットマーク Gmail.com ひるらじ12アットマーク Gmail.com hiru raji12 アットマーク Gmail.com までご応募ください。締め切りは今週いっぱいとなっております。皆様からのたくさんのご応募お待ちしております。なお、当選された方なんですが、スタジオに取りに来ていただけるか、 着払いで郵送可能な方とさせていただきます。着払いか、直接こちら FM 小座に取りに来ていただける方のみとさせていただきます。ご了承ください。当選者の発表は来週のこの時間お届けいたします。ねえー、当選者は来週のこの時間に、えー、発表いたします。で 先週のランチペア券なんですが先週は読谷村にあります沖縄・残波岬ロイヤルホテルのランチペア券でした当選された方はチャラ・カッチャンさんキナッチさんお二方に当選しておりますおめでとうございます楽しんできてくださいねさあ今日のメニューご紹介してまいりましょう今日のメニューです今日のメニュー、まず、 えー、健康と美をテーマにお届けしますチラトーク、えー。今日は第2週目ということでですね、アロマについてのご紹介です。そして、あごめんね。今喋りながらね、<laughs> オープニング曲考えてた。ちょっとところどころ今止まるね。ごめんね。はい、えー。週末イベント情報、週末何する、どこ行くのお時間なんですが、えー、っとですね、なんと来週の、えー、っと、火曜日が、 2月14日、バレンタインデーということで、なんと、あの、ハートマークの岩のある氷島でイベントがあるようでございます。それに関するね、話題をちょっとご紹介したいと思います。そして、ユンタクタイム、皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。まあ、その合間合間もね、やっていきますので、メッセージガンガン送ってください。そして、くがにくってば、毎週毎週ね、時間がなくてお届けしていないんですが、今日もお届けできるかどうか、お楽しみに。<laughs> <laughs> ということですさあこの後12時56分までお付き合いいくださいこの番組は「目指すは地域のホットコミュニケーションステージうるま市結婚式場ニューサンは沖縄市の丘の上」「沖縄グランメールリゾートの提供」「ほか各社の協力」でお送りしまーす さあ今日のオープニングナンバーでーす。選んだ曲はこちら。ダイアナ・キング。シャイガイ 昼ランジ木曜日、ミスのチラトークお届けしております。さあメッセージ、早速ね、ツイキャスの方から届いておりますのでご紹介しましょう。こちら、ラジオネーム太郎助さんです。ありがとうございます。のほー、ミスさん、こんにちは。はい、こんにちは。あ、な違う。おはよう。あ、こんにちは。おはようございます。寒い。あ、茨城。やっぱり寒いええ。で、あのね、茨城、茨城も行ってらんない。レナさん。 函館、マイナス6度うわ、寒いね沖縄も寒そうって、デナさん、沖縄もね、寒いの。沖縄もね、寒いのよ。うん。でも、函館、はーるばる、あ、ごめんね、歌わんのかごめん。えー、っと、ごめん、ごめん。あの、マイナス6度雪降ってんだよね、もちろんね。 そりゃあまあ北海道に比べたらね全然全然寒くないんでしょうけどもう何ババシャツヒートテックいらねえぐらいなね半袖で過ごせるわぐらいな世界になるとは思うんですがでもねほんと寒い <laughs> まあでもねあの先月に比べたらねそうでもないそうでもないって変だけどあの夏日だったのに突然 1> こ1 2二3度とかになっちゃうとめちゃくちゃもう,もう,ど,うどう寒さ対策していいのかよくわからんという状況に陥ってたんですけどこのところね数日ずっとあの気温がねそんなに上がらずにずっと曇り空で太陽の日差しもあまり届かずあのやっぱり寒いね寒いねって2月に入ってやっぱり寒いねなんて言っててのこの気温だったのでそうきたかっていう感じであの対策が取れるというか。 だけどね1月の時はね夏日から突然、カーンと寒さが来たのでちょっと大変でしたね。はい、それから、えー、とラジオネームあかきーさん、ありがとうございますーさん余活で聞いてるんだ。余活でありがとう、よかちゃんなんだね。ありがとうね余活の方は寒いよ、風強いし、ましてや雨に濡れながら作業してるからもうやばい、やばい、やばいよー。 雨にもう風邪ひかないでね、カキピーさん。そうよね、あそこは東海岸からガーンと強い風当たりやすいですもんね、よかつのところはちょっとね、高台になってたりとかすると、もうより強いですもんね、しかも雨に濡れながら作業、今、多分ランチタイムだと思うので、あのちょっとね、体あ温めておいしいご飯食べて、ちょっと休憩して、また午後に、ね、備えてくださいね。あららららら 大変千田光雄がこう言ってましたなはなはなはタロスケさんお主も古い人よの <laughs> まあ、こんな感じでメッセージ届いておりますさあ続いてはこちらのコーナーですチュラトーク 健康と美をテーマにお届けします。チュラトーク。今日2週目ということで、アロマについてのご紹介ですね。まあ、精油、あの、アロマエッセンス、あの、エッセンシャルオイル。 精油日本語では精油と言いますけど100%ピュアのオイルですね植物や果物などから抽出したものそれを使ってリラックスやリフレッシュをして心と体のバランスをとる自然療法の一つアロマテラピーアロマセラピーと言うんですがその一つなんですけれども方向浴それから木浴法いわゆるねえっ、ー、とまあ空間に香りを炊いて嗅ぐか えー、お風呂に入れて、えー、お風呂でね家具かあとはコップとかに入れて家具かあとは、えー、とキャリアオイルと一緒に使ってトリートメント法をするかチップ法を使っていろいろな方法でね楽しみ方があるんですけれども。 使用するにあたっては3歳未満の乳。幼児は方向浴しか使えなかったり。あとはね。妊婦さんとかお年寄りの方とか、あと持病を抱えている方とかは使えない精油もありますのでね。是非ね。その辺も気をつけていただきたいなと思います。皆さんの生活のや中にね。役立てる精油もたくさんありましてで、えっ、ー、と殺菌作用とかがあったりするので、この空気中にね。そのアロマスプレーを作って、えっ、ー、とこの時期は？ このアロマスプレーで殺菌をして、えー、ウイルス対策風邪ひかないようにインフルエンザにならないようにするためのね、えー、ことであったり虫除けであったり逆にねあの免疫機能を高めてくれたりとかいろいろな方法があるんですけれども本当に役に立つ精油がたくさんあります、まあ、そんな中でねやっぱり春先まで使ってほしいなと思うアロマ ですけれども精油はイランイランとかユーカリとかペパーミントとかティートリーでねティートリーとかは本当に免疫機能を高めてくれますしペパーミントやユーカリイランイランとかっていうのは抗菌抗ウイルスもありますのでねこの時期インフルエンザとか風邪をひきやすい時期ですのでねそういう季節ですのでぜひねこういうのを使ってアロマスプレーとかあと匂いを嗅いだりあと気管の部分気管支の部分がイガイガしている時には、えー、その 呼吸,法あの吸入法を使ってやったりするといいんですけれどもまたねこんな中でこういう方法もありますのでぜひねあのちょっとトライしていただきたいなと思うんですけど、まあ、ちょっとね喉以外がするなっていう時には厚めのお湯をコップに入れてユーカリを1滴23滴とか垂らしてこうかいだりして鼻から吸ったり口から吸ったりしてね呼吸を整えるというのもありますね。 あの意外側をあの沈めてくれますでえっ、ー、とやっぱりね風邪予防インフルエンザ予防という意味ではあの昼間人混みに、ね、よく出かけますよね帰ってきた時よくねあの天然の塩入りのお水でうがいすると、まあ、最近はお茶とかもよくありますけどやっぱり昔から言われているのはお塩を入れてでそれをこうねあのそれでうがいをするということ。これはね、あのー 体体内の中のの中抗体をねあの濃度を高めてくれるということでやっぱりあの菌をね体内に入れないようなあの抗体が上がるらしいんですよう塩でうがいをするとそういう実験もねちゃんと結果も出てるということがあるので皆さん昔から塩を入れてうがいとかっていうのもあったと思うんですけれども。 であのやっぱり人混みの中にいるとウイルスに感染しやすかったりするじゃないですか。なのでこの天然の塩とあとはティートリーこれを一滴だけ垂らしてそれでうがいをするとそうするとねあの免疫力さらにアップということにつながってきますのでティートリーそれから天然の塩をあのコップに入れてでお水でね溶かしてでそれでうがいをすると。 いうことでいいということなんですね。それからやっぱりこう。こういう寒さがあったりすると、筋肉とか体のこわばりっていうのも出てくると思います。そのね、体のこわばりを感じたら、抵抗力っていうのがかなり落ちているそうなんです。でね。そうなってくると風邪インフルエンザかかりやすくなって。 しまいまいすののでねあの寒い時だけじゃなくって夏場クーラーをねあの冷房機をガンガンにかけちゃってもう体が寒く冷えちゃっているっていう時にはあのこちらも同じようにえっ、ー、と天然塩を使うんですけどこれはあの全身浴で使ってくださいバスソルトとして使っていただきたいんですけどえー、とヒノキっ っていうアロマとそれから黒文字っていうアロマを使ってまあ、それ以外にもジンジャーとかそういうのもおすすめなんですがそこに天然錠を入れてでバスソルトとしてお使いいただくとそうするとねあの血行促進作用があったり鎮静作用があるのでねあのまあそういった精油も思いっきり使ってやっていただけるとあの皮の 体ののこわばりもだいぶ取れてきますのでやっぱりこわばってたりとかすると免疫が落ちるということですので是非気をつけていただきたいと思います。 あとあのー、前回先,、えー、と先月もご紹介したんですがやはりルームスプレーですね室内だいぶ乾燥してくると思いますのでスプレーで湿度も上げるさらにあのー、ペパーミントとかレモンとかそれからさっきご紹介したユーカリとか、えー、イランイランとかティードリーこういったのを混ぜて無水エタノールや精製水を使って。 でアロマスプレーを使って空中に散布するだけでもだいぶ予防につながってきますのでぜひやってみてください健康と美をテーマにお届けしますチュラトークはいミクさんが今スタジオに来てボタンえーミクちゃんこっちではライブ終了になってるよえーホシンしたあ、えー、とコインを入れて くれたというか足りなかったのでえっ、ー、とミクさんがまたツイキャスの方は何あ、タロスケさんがミクいらっしゃいって <laughs> あい <laughs> さあミクさんありがとうございましたコインポチポチじゃなくてまた終了でまたツイキャス再スタート、はい、あやってくれたのでありがとうございましたミクさんでした <laughs> スタジオにね、えー、お越しいただきましたで更新していただきましたはいということで健康と美容テーマにお届けします「チュラトーク」「アロマ」についてご紹介しましたそれではここで一曲お届けいたします、えー、チュンバワンバーですタブサンピンピ お届けした曲は「チュンバワンバータブサンピング」でしたさあメッセージ届いておりますのでねご紹介しましょうかえっ、ー、とこちらはえっ、ー、とラジオネームタロスケさんですねえっ、ー、と空耳は回せ回せあマーシーマーシーマーシー,マーシーね空耳でも何でもまあ空耳ちゃ空耳かなでもマーシーマーシーマーシー って書かれてるけどね。さっきオープニングの曲「上海ね」<laughs> そのことについて今紹介。ごめんね。さあそしてラジオネームえっ、ー、とこの昼ラジ木曜日にはメッセージ初めてですよね。きなきなこさんかなきなこさんきなこさんでいいのかな。ありがとうございますきなこさんこんにちはこんにちはえっ、ー、と修学旅行で南部とかの戦跡地や えー、あんとかガマに行く時などはユーカリの精油を含ませたティッシュやコットンをバス車内に置いてユーカリの香りで、えー、生徒たちを迎えたりもしていますということであすごい徹底してますねやっぱりねあの息苦しくなったりするっていうのもあるのでユーカリとかペパーミントとかはその効果もあるのでねいいと思います。ああとやっぱりねそういういの 生徒によってはあのすごくそういうところに行くと強くもらってきちゃったりとかという子も中にはいるのであの政治っていうのもあるので政治本ぜひ利用なさってみてください。うんーあこういうふうに先生なのかなきなっこさんもしくはバスガイドさんあなあ沙織ちゃんやん。<laughs> あー、なるほどね。お仕事柄。そういう感じでやってるんだ。政治とかも置いとくといいよね。びっくりした。一瞬、あって聞いて、あ <laughs> 今読みながら誰だろうって、えー、きなこさんってぐるぐるぐるってヒットした。私のく私の、私の、えっ、ー、と、ミスズドットコムの中でヒットした。<laughs> なるほどね。はいはいはい。バスのお仕事だもんね。たるすけさんから、大当たり。ね。 さおりさんやん。<laughs> <laughs> そうか、お仕事柄ね。そういう風になっちゃうんですもんね。あのこれ修学旅行はあれですかね？やっぱり県外の方々迎えてのことなのかな？それともあの県内の形？ 子たちなんでしょうか、ね、まあでも県内にしても県外にしてもやっぱり強く当たる子たちっていうのもいるのでねあとちょっと呼吸があの整わなくなったりっていう子たちもいると思うのでそういう意味ではあのこういうふうにバスのね車内でお仕事をされる方にとってはこういう気遣いってすごくありがたいですねすごいなあもう。<laughs> きなこさんから「見つかっちゃった」いつも聞いてますがメッセージはお初でした政治ですねありがとうございますとはい政治使ってみてくださいこれもねかなり効果がありますはいということでメッセージいただきましたありがとうございます太郎介さんから「ドンピシャ世代」何がドンピシャあえっ、ー、とさっきかけたチュンバワンバのタブサンピングあオンタイムなもう何えっ、ー、と 青春真っ只中な頃に聞いてたって感じなのかしらはぁ、い、仕事してた。はい。もう、次行きます。週末、イベント情報。週末、何するどこ行く 週末イベント情報、週末何するどこ行くのお時間でございます。さあ、来週の火曜日はバレンタイン、バレンタインです。バレンタイン、バレンタインデイ。はあ。バーじゃないよ。バーだからね。<laughs> どうでもいいか。はい。聖地氷島で特別なバレンタインをということで。<laughs> 何 氷島あ、氷バレンタイン限定、愛の詰まった特別企画ということで、ハッシュタグフォトコンテスト、グルメラリー大抽選会、えー、ビテラス願いが叶う、ハートロック南京城とか、ビテラス、えー、最多レンタルとか、あと、氷島恋お守りとか、 うん、この話してたらこの曲選んだけどやめようこれまあ OK まあいいやはいということらしいんですけどえっ、ー、とね氷島でバレンタインイベントというのが行われますなんで氷島かと言いますと恋する島氷島えっ、ー、とこちらハートのねあの、えー、全国的に言うとえっ、ー、と 日本航空 JAL のコマーシャルで嵐の皆さんが沖縄編であのー、岩を見て「えー?」って「あハートの島岩のねあのー、岩をあハート型を2つの岩がこう重なり合うことでハートマークに見えるということからえっ、ー、とハートロック。 で氷島に来るとこのハートロック岩が見られるっていうことで嵐が来て本当だわーって言って、えー、やるテレビコマーシャルがあったんですけどそれをきっかけにあのよく、あのー、観光客の方がレンタカーを利用してその氷島によく見に行くという。 ことでねすごく、あのー、観光客年から年中いっぱいいるんですけどそこその岩がある氷島でせっかくねハートロックこの岩ハートの形に見える岩があるからこそそこで愛の詰まった特別企画ということで、えー、イベントが催されるようでございます。ででねねこれねいあろいろあるみたいなんですよ、あのー、恋の恋島氷島氷 オーシャンヒルズ氷スイートルーム宿泊券が当たる「ハッシュタグフォトコンテスト」ですとかそれから「ペンション宿泊券は誰の手にグルメラリー大抽選会」とか「愛かけ×氷島願いが叶うハートロック南京城」ということなんですね。 でまず、ハッシュタグフォトコンテスト、これ、宿泊券が当たるということなんですが、これは、えっ、ー、とですね、オーシャンヒルズ氷スイートルームペア宿泊券ということなんですけれども、えっ、ー、とね、インスタグラム、フェイスブック、ツイッターより参加可能。 5つの審査基準をクリアしている投稿されたお写真の中からグランプリを決定グランプリ受賞者の方には氷島の人気ペンション宿泊券など豪華景品をプレゼントということでございます応募方法、操作基準はホームページご覧になってみてくださいそれからグルメラリー大抽選会、えー、こちら一等はですね一等の抽選会の、えー、商品はえっ、ー、とこちらも えーと、こちらも何何えっ、ー、とペンション宿泊券ふくるびかっさふくるび。かさふくるび といううペンンションでしょうね、えー、とこちら、えー、と人気カフェペンションのペア宿泊券が当たるということなんですけれども、えー、この抽選会のご参道店舗様に支払いの時にもらえる専用用紙に名前と連絡先と願い事を書いて。 店舗に設置された専用ボックスに願いを込めて入れてくださいと当選者には豪華商品、漏れた方にも記入した願いが叶うよう後日聖地小笠島で企画委員が祈願したいたしますということらしいんですよ。こちらもねホームページに詳しく載っておりますので、えー、こちらご応募なさってみてください。ぜひねあの今週末 カップルで氷島にデートしてそこでご飯食べたりいろいろ時間を過ごしてみてはいかがでしょうかそして氷島から、えー、氷大橋から氷島を一望できる随一のスポットビッテラス美しいと書いてビッテラスというところなんですが、えー、こちらの方の特設ウッドデッキにハート型の可愛いい南,、えー、南京城ハートロック聖地氷島に向けて愛の誓いをかけようと。 いうことらしいんですよ。で、このバレンタインイベントにあたり特別に、えー、この南京錠ハートロックを氷島の店舗で購入できるということなんですね。で、まああのー、他のテラス以外でもこの 南京城ハートロックという取り扱いがね、他の店舗もあるということですので、太陽出てきたあの、ありますのでね、ぜひこちらの方もチェックなさってみてください。そして氷島、あのー、自転車でもサイクリングで一周して楽しむこともできるということですのでね、ぜひこちらの方も利用なさってみてください。えっ、ー、と、フォトコンテストなんですけど、 えとちゃんとねハッシュタグをつけたりしていろいろやらないといけないらしいんですがでも、えー、とインスタグラムフェイスブックツイッターのアプリから参加できるということですのでねでこの景品の発表は日本国内に限るということですなので旅行中にねどこどこ,あのここ行ったっていう、まあ、前の写真でもいいと思うんですよそういう規定がないのでそこにはないですね、えー、と,とりあえずコンテストの実施期間が明日 2月10日金曜日から2月14日火曜日までということなんです。で抽選日当選発表なんですが今月中またはホワイトデイイベントまでには抽選発表するということらしいんですね。で、えー、とこちらのほ、えー、と、いろんな被写体の方々が写ってるんだったらその方々にもちゃんと許可を得てるかどうかにも限るということらしいんですけれども。 でそれ以外はあの今、取ってきたものとかじゃなくていいみたいです。沖縄旅行をされてでこうハートロックとかと一緒に写したとかなんかそのものですねそれを取れば大丈夫なようでございます。はいえー、と参加対象者氷島観光サイトの SNS をフォローしハッシュタグを記載し、えー 位置情報を郡島内でシェアされた方が対象あですねだそうです。ということですのでね是非ねこちらの,あのホームページに詳しく載っておりますので詳しくはホームページご覧になってみてください明日からこの氷島で特別なバレンタインをということで「愛の詰まった特別企画」が開催されます是非ご参加なさってみてください別の曲をさ今選曲してたんだけどここまでいったらこれかけた方がよくね あるのかしら選んでる時間ないわかんないねかけちゃえかけちゃえこれあったあったこれにしようもうこれかけちゃう <laughs> ということで、えー、週末イベント情報週末何するどこ行くのお時間小売島で行われるバレンタインイベントについてご紹介しました それではここで一曲をお届けいたしましょう。せっかくバレンタインデーの話をしたので、星野源、来い 昼ラジオ木曜日、ミスのちらトーク、お届けしております。さて、こちら告知があります。来る10、えー、と2月12日、日曜日、お昼1時から NBC4 階におきまして、沖縄市立美藤中学校。 の44期生同窓会があります。20年ぶりの集まり、ぜひご参加お願いしますとのことです。今度の日曜日ですね。今度の日曜日、2月12日、日曜日お昼1時から、NBC、サムシン、えー、ごめんなさい、NBC 日本ブライダルセンターね、えー、NBC、 沖縄市小屋にあります NBC4 階におきまして、えー、沖縄市立美藤中学校44期生の20年ぶりに会える同窓会が行われますねわあすごい同窓会でまたねやけぼっくりに火がついたなわけないかいやーでもほらバレンタインだからなんかいろいろあるのかな <laughs> ね、同窓会があるということですのでね、美東中学校44期生の皆さん、同窓会に足をお運びください。楽しんできてくださいね。1時からですよ。お昼1時。日曜日のお昼1時からです。ぜひ楽しんできてください。お届けしてきましたミスのチラトーク。お付き合いいただきありがとうございます。そろそろお別れのお時間でございますね。さあ、メッセージいってみましょうか。えっ、ー、と、こちらラジオネーム、うーんと太郎介さん。 えーっとね、沖縄の寒い時期は1ヶ月間ぐらいじゃないのっていうことで、あのね、一応、あの、分散してるんですよ。一応、それなりに沖縄も冬というものがありまして、あの、突然3月寒くなったりとか、 だからあの沖縄国際映画祭とかっていつも3月下旬にやってたんですけどなぜかそれまではめちゃめちゃいい天気なのにその下旬になるとめちゃくちゃ寒くなっちゃってだからレッドカーペットを歩いてる女優さんたちが実はものすごく寒いっていうで地元の人たちもあの非常にあのガタガタしながらレッドカーペットを海のそばで見てるとかねそういうのもあったりするんですよ。うん で、2月はこんな感じでしょ ?1 月も、先月もね、寒いですなんて話したでしょで、12月は、今回そうでもなかったけど、11月も急に気温がコンと落ちたりとか。大体ね、やっぱり11月から3月までは沖縄も気温はクンとあの落ちます。ただ、夏日を迎える時もあるし、こうやって一桁台になる時もあるし、だから、夏と冬、夏と冬みたいな感じです。冬の時期は。はい。 1だから1ヶ月ぐらいでしょって言われると北海道の海水浴も1ヶ月でしょみたいなあそこは本当かでまでもそこまではどうでしょうね、うん、でその太郎ケさんがねレナさんのところに比べたら沖縄も茨城もまだまだ暖かいマイナスだと自分は凍りますって <laughs> 凍っちゃうのね凍っちゃうよそりゃ寒いよ、うん 北海道とかの、ね、暖房機器とかって沖縄は整ってないんでそれぐらいの寒さは思いっきり大雪とか沖縄で降った日には絶対絶対に、えー、体調を崩すどころの話じゃないみたいな病院に運ばれること多数って感じがします怖いよ危ないよ、ね、で何えっ、ー、とあっえっ、ー、ときなこさん来週はキャンプ地巡りしますということで2月はね仕事にならないとやっぱ仕事になんないっすか バス業界も観光客いっぱい来るからなんかあるのかなと思ったけどそうでもないですね。で、太郎ケさんメールしたよ、シークレットサービス。えもうね40秒しかない、本当だ、来てる。えー、この写真載せるな、どっから拾ってきた、足 <laughs> のサンバ姿の写真。 やめてくれよ神田邦くんの結婚式の余興でやったやつだよこれ <laughs> あこの番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージうるま市結婚式場ニューさんは、沖縄市の丘の上沖縄グランメールリゾートの提供他各社の協力でお送りしました引き続き <laughs> FM コザ FM 技能案でお楽しみくださいまた来週ですさようなら、えー、太郎介さんこれ消去してよこの写真 <laughs>